オリンポスの神、偵察の兵が。見知らぬ将来が寄る砦では敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアリスクリーは砦に利が現れるんだかと勘違いしています。今奇襲をかければ敵も同様に支えます。その隙に彼らを救い出しましょう。諸葛亮殿はこの作戦の要、必ずや守ってみせる。ええ、私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも勝利を描きましょう。はい、分かった。たちがここへ逃げてくることは分かってた。恨むなら俺の顔を恨んでくれよな。何の話か知らんが、黙ってやられるわけにはいかんな。始まったか。ここは一旦引いとくぜ。はい。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。それに同宿殿のお前さん、ご無事でなりますよ。受けてですが、お任せ。再会を喜んでいる暇はなさそうです。しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一瞬を打尽にするのはどうだ。じゃあひとまず下がって頼み申した。この地形、この風、すべきことは一つでしょう。さすが話が早い。なら俺は策がなった後の追撃を受けます。じゃあ恐縮ですが、俺も参加します。逃げる敵を破天荒にする策ならお任せ。なら石は諸葛亮の計がうまくいくようにちょいと再考するでしょう。力合わせる。準備に取り掛かろう。おのおの抜かりないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。あっしもちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。昼寝してる場合じゃなさそうだね。おおき、早いとこ味方の船を繋いじまわないとね。皆さん、小作兵を守ってやってくれないかい。作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。届けたのはしいです。鮮やかな武打、大輪の花のごとくだな。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。やったね。君がいればやっぱ楽できる。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの？さっぱりわかんない。いざ参りましょう。私もよ。それだけすごい策ってことじゃないかしら。敵将討ち取りました。じゃあ私たちは頑張ってお手伝いすればいいのね。この砦が欲しいんだけどさ、敵が強くってちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。いざ研究の成果を披露しましょう。矢を射込むには絶好の位置だ。打ち取りました。敵に抑えられたんだ。ここは力ずくで奪うしかないだろう。すまんが手を貸してくれないか。こっちを手伝います。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。
訳あってそうはいかないんだ。こっちも訳ありみたいだけど。お前たちはここで倒す。俺たちに失敗は許されねえんだ。必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。あの攻撃の威力すさまじいな。どうにか味方に引き入れられないのか。できるのかな。だってあの子たちなんだか怖そうだろ。ロングセール。これで目的地への道は開けた。待ち受けるはあの怪物か。あの鳥みたいな子たちいなくなっちゃった。どういうことだ。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。砦は無事確保。ここに伏兵を仕込めば準備完了っと。お役に立ててよかったです。とにかく目的は果たせた。ここに戦車部隊を配し逃げる敵を射抜くとしよう。皆の助力に感謝せねばな。花のごとくだな。良い働きだな。今の調子で励んでくれ。炎上は惜しまんぞ。鮮やかな武道、大輪の花のごとくだな。やっとね。君がいればやっぱ楽できる。あの三人がうまくやってくれるでしょう。船に戻り桜が知れんよう敵を引きつけなければ勝利を抱きましょう。分かった。孔明様、私も共に。お手合わせ願おうか。まさかを使う余裕もないか。どうぞ行っちゃえ。俺に勝てると思ってんのか。
策もうまくいくさ。お前さんのおかげだよ。策の成功が待ち遠しい。花の開くのを待つがごとくだ。さて、そろそろ移動しましょう。戦場に行っては危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ交代ですね。ようやく追いついた。人間、ここで終わらせてやる。そう流行らずともよかろう。敵は無勢、討ち取るのはたやすい。来ましたね。我々の策を披露する時が来たようです。開きましょう。はい、分かった。今です。火を放ってください。自分たちの船に火をつけるだと。正気か。おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。敵は動揺している。今だ。一斉に矢を打ち込み追い打ちをかけよう。わあ、敵さんも大混乱。お次は伏兵、行ってみよう。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配、お見事です。お任せを。火遊びするなんて悪い子だね。お仕置きだよ。こんなところに兵を配していましたか。敵も抜け目ないですね。孔明様、ここは私にお任せください。金目時にこの俺が、俺が寝てられるよう頑張ってくれて。って違う。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんだけど、実は俺、今孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかないことのようですね。じゃあ俺たち似た者同士。本物から言われるなんて、似せ物ムールに尽きるな。ホートのおかげでうまくいきました。ここで同門が力を得られると心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないしね。そうでしたね。共に勝利を描きましょう。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。悪い子にはたっぷりお給吸えちゃうよ。この地より逃がすことはできん。諦めるのだな。研究の成果を。さっきはしくじっちまったが、今度はそうはいかないぜ。なあ、おめえ天井金で通してやんぜ。おかげで敵の追撃を退けることができました。何、救われたのはお互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。ほうほう、なるほど。